投資からの撤退って実は社会からの撤退だったんじゃないか、うん、僕はやっぱりでもそういういろんなアプローチがあっていいんだけど、やっぱ社会っていうものを建築家は向き合わないざるを得ない。これだけ大きなものを作ってて経済的にも影響力のあるものを作ってるわけだから、社会に対して撤退とか都市圏の撤退ってのはありえない職能なんだなと思いますね、うん、それはやっぱり経済がいい時と悪い時とかっていうとやっぱり反映されるっていうのもあるんですかね、うんうんうん、石崎さんなんか敏感に経済成長の時代が終わったことを感じて都市から撤退ってことを言ったわけだけど、でもそれをどんどん折り切って停滞してきた時にこそ新しい社会の在り方って考えなきゃいけないわけだし、やっぱそういう、ね、ことが僕は建築家のこれからのすごく大きなテーマになってくるなと思いますね。It is the start of a long journey to explore contemporary Japanese architecture. I hope you join us on this journey.